新卒で大学卒業してきた。大卒の新力卒業。おー、かけるよ、山口さん。山口。はい、ちょうど動画だ、ちょうどいいか。ちょうどスマイルさん、全員おるし。いやさ、ちょうどお前もいいじゃん。もうすぐ考えてあるよ。それは厳しい。こっちの、いや、もっと伸びるな。じゃないだろ、お前にかかっとんだろうなって。例えば、視聴者の人を知らんの理解どうしましょう。半分の仕事で、半分ですね。外部の仕事を結構やってて、営業経験もあるな。現場管理の経験もあるな。その経験あるよな。お前も営業経験あるな。だからそういう中でやってみるのがいいんじゃないかな。うん、毎回やろうよって言って、はい、もう、仕事さんとやらんなと、うん。やってみる。前の映画で言ってたよ。飛び降りだよ、話。出てくる。まず飛び降りだよ。みんなそうだな。なんか、やれない言い訳つけるの。何見てても飛び降りだよ。すごい力があって。あれ？お前のということだよ。俺は君のこと。お前が決めた時点でこいつらの本当の話だよ。こいつらの考えだよ。それはじゃあお前が変わる。まあ、その目的地のために。やるって言うんだよ。その目的地のために。だから多分そのクリアしてくれる。もう面白いだろ。クリアしてないと思うけどね。まあ、俺に言うと。だから俺も経営者やってるから近いからさ、知らん人だったら全員やると思う。全員やるだろ。もう社員です。それもう関係性が違う。強いじゃねえし、他人じゃねえもん。もう家族ってやるもんさ、一つ。家族の次に仲いいのは社員だもんな。え？もうそれって、殴れんじゃん。そういうのもそいつだと思う。親もそうし。でも親って本当にそうだと思う。ベタベタする感じじゃない。俺も親なんか1年1回とか2回しか会わんのに、やっぱ親じゃん。そういうもんの仕事だから。別に仲良くね、僕の仲間じゃん。もうすべて違うし、ベタベタしてるけど、あれだけ夢や、あれだけ会社仲間って、金が、どこも行っても共有されてる。俺が潰れやみんな潰れるし。受け取るわ。嫌いっす。で、まあ、あのこいつはしっかりしようし、まあ、仕事もできるし、まだまだですよっていうタイプ。何がその不満なの？どこまでやってったらいいの？それはやれることだよ。最終目標本当に一番いいのはね、感情っていう。それはいきなりやってるから。この辺もできないの？誰もできない。できんけど、最初は。俺だって、俺だ。本当にバカ。視聴者の皆さんも知ってると思いますけど、僕はバカ。お前さ、なんでお前カメラの向こうで一番うんうん言っとんだって、視聴者よりもうんうん言っとったんだけど、視聴者がうんうんって想像するのやけど、目の前でやられるって言い出す。代表してみて。代表してる。だけど、まあ、まあ、それはサポートしてるし、なんとでもなる、そんな書類なんかどうでもいい。おまけだから、ね、おまけって言ったら、ジムの人に失礼だけど、俺らの仕事って現場だから、どうなるって。でそのジムが弱いとかはいかんで、まあ、さすがに100人、200人単位の人が動いてるので、でだんだんジムを強化してきてるので、しっかりしてるじゃん。もう金なんかもう分かる。俺もそう、3年、4年ぐらい、遅延期からもう、月500万の売り上げで、今月だけ150万ぐらい儲かったなとか、120、30万儲かったなとか、今月ちょっと少ないなとか、本当に嫌だな。分かる。真剣に。で現場単位大体わかると思う。で、僕、経営者にもっと推奨して、毎日しちゃう。つかむから、何年ぶりになったっていうか、1年以上はしてるんじゃない？いや、そんなことない。あ？今年、会議で、会議があるんです。中途半端な距離なんですよ。それで、まあ、俺の種類が減るってのは、次の話ですよ。で、逆にお前に任せる。こちらがちゃんとお前についていくって。山口気味で、いいですって言ってくれたら面白いです。はい。言ってくれるから、そっちの方がいいじゃん。営業も俺はそうやって言ってた。抜ける以上、河合君で。俺がフォローして、河合君についていけんってなったら、そういう感じ。で、社長が出てきて、俺が出てきて、小林が出てきて、どうだ
話をよく書いてると思う。あ、なるほどとか、他の人間でも、あいつを見る期間っていうのは、それは前があるんでしょ。そいつが同じなんでしょ。俺も一生懸命動かしてるんですよ。社長だから、人っていう名前があったら、どうかな。そんなの嫌われたりとか多いじゃん。基本的に。お前も俺のこと嫌って言わされてるけどな。ああ、どっから出たんですか、その中は。お前もね、毎日デートしてる。嫁も元サイン。そうなんだ。そうだ、そいつめちゃくちゃ怖かったから。お前より怖かった。俺に文句言うの、一番最強じゃないか、あいつ多分。あいつまんま強いよな。お前の嫁だもん。なあ。はい。なんか取り乱したんでごめんなさい。どうですか？やるか。やってみた方がいいよ。一年やってみ。そうです。一年やってやめろ。やめんかったら。ね。今聞いてるけど、俺より健康そうだもん、そうな。これちょっと。いや、ずして。酒もやめろ。酒立て。経営者やめろ。酒を立て。じゃあ、焼酎水割りにしろ。やるか。じゃあ YouTube が基本だから。YouTube の中で全て経営が行われてるから。YouTube 経営。経営者で見てる人、これ真似してください。YouTube 経営はかなり濃いから。こっちも覚悟していけるしな。なかなか混んじゃうな、この現場の顔出さないし。はい、YouTube やってる来るじゃん。もう情報も入るの。今日速攻入ったんですよ、視聴者さん。で、こいつはもう外部の仕事ずっとやってるから、今日山口さん、大道士の仕事やってますよ。情報が入ったの。垂れ込みで。何撮ろうかなーと思ったら、まあでもここは避けては通れんかなと。ずーっとな、2年3年寝かしとる話。で、やってもなぁとビッグアップになっちゃうし。人間、そうだろ。やるか。ちょうどいいじゃん。会社も決算だったり、実習生とか、そういうのはもう会社の力が入ればいいかな。そこどういう利益配分してるか。応援にするとか。え？ベトナム人一人応援にとか。まあそれはもう給料そのままスライドでいい。こちらのやつも。まあ会社届けもいいので、もちろん7年の中で。部門だけど、関係子会社も。そこは子会社だから。法律するわけじゃないから。はい。1年間でお前がやれるようにすんなことですから。そしたら俺は強くなるから。もちろん幸せになるから。やります？やります。あ？やります。聞こえない。やります。はっ！はっ！やります。視聴者の皆さん聞きましたか？やばいやばい。まあ、もうちょっと一回二人で運ぶ。最後まあ 100% 子会社みたいな感じだね。それは。だから最終的には責任は俺にある。ただこいつの責任はもう実行責任になるので、もう雇われじゃなくなるから。はい、じゃあ視聴者の皆さん、こうやって僕は社員を洗脳してるんです。洗脳成功の動画になった。成功。ガチの話だよな。それで俺も何も聞いてなかったもんな。そうですね。ちょっとあ、山口、食べ込めないから、ね、撮影行くそうです。はい、じゃあ視聴者の皆さん、3月の23日にオンラインセミナー。ちょっとまあ1、2時間ちょっと一人で喋って、もう俺の話なんか何も聞かないっていう人が多いと思うんですけど、もう興味があれば参加してもらうのと、4月の2日は、以前足場の名刺交換会でやる、ちょっとコロナになっちゃったんで、ちょっとできなくなっちゃったから、今回ロッカーって言っとるんで、ちょっとそちらの、まあ、足場屋さん限定で、ちょっとやろうかなと思ってます。また、ちょっと変更もあるかもしれないので、まだちょっとそこまで相談中なんで、詳細また概要欄からリンク貼ってあると思いますので、見てください。ぜひ参加してください。よろしくお願いします。だんけー。